チーズを折り挟んだトルティーヤのケサディーヤメディアを再生する作り方三角に切って重ねたケサディーヤ、ケサディーヤ、またはケサディージャとはメキシコ料理のファストフードである。ケサディーヤの材料はアメリカ合衆国とメキシコで大きく異なり、シェフ共通のレシピはない。双方の共通点はタコスやブリートが調理済み材料を詰めることに対しケサディーヤは 材料を詰めた後に調理することである。厳格には、マサを折りたたんだエンパナーだ式のメキシコ版が、真のケサディアであるとの主張もあるが、リックベーレスのような著名なシェフは寛容である。コーントルティーヤを鉄板で焼き裏返して、ケソチワワや、モントレージャックのような、すりおろし溶かしたチーズを振りかける。チーズが溶けると、若漏れを塗り折りたたんで強される。好みにより、 ひき肉等に様々なチーズを加え熱して加える。小麦粉のトルティーヤをチーズで覆い、それをさらに2枚目のトルティーヤで挟む。この全体を油をひいた鉄板でグリルし、裏返して両面を焼きチーズを溶かす。この種類は三角に切って強される。この種類の調理用に家庭用、ケサディーヤメーカーが販売されるが、これは油を使用せず両面を同時に焼く。 メキシコでは、この料理を、シンクロ、ミサーダと呼び、アメリカ合衆国のように、ケサディアと呼ぶことはない。スペイン語版ウィキペディアのケーシディアより、元来、メキシコのほとんどの地域で、ケサディアは、未調理のトウモロコシのマサを半分に折って、チーズを詰め、チーズが溶けるまで熱した料理である。しかしながら、小麦粉のトルティーアも、特に、 メキシコ北東部にあり、アメリカ合衆国のチーズタコスに似ている。メキシコの都市、イダルゴシューパ中華では、生地を、トウモロコシのマサの代わりに、パステを使う。小麦のトルティーヤはまた、タコアルパストールとケサディーヤの中間である、グリンガに使われる。エルサルバドルには特有のケサディーヤがある。メキシコのそれと異なり、エルサルバドルのケサディーヤは、 コーヒーと一緒に食べる密なパンのデザートである。材料は、小麦粉、牛乳、鶏卵、バター、サワークリーム、砂糖、およびパルメザンチーズである。材料をよく混ぜ、オーブンにかけた、浅い鍋で、約30分間焼く。この種類のケサディアは、グアテマラおよび、チアパス州やオアハカ州のようなメキシコ南部の州で、一般的である。 ウイトラコチェのケサディアケサディアにチーズ以外を詰めることもある。カボチャ、ソーセージ、鶏肉、ハム、フリーホレス、ジャガイモ、キノコ、スクランブルエッグ、ハンバーガー、小エビ等がある。香辛料としてサルサを加えるものもある。旅行者はシンクロ、ニサーだとケサディアをよく間違えるが、これはメキシコ国外のメキシコ料理レストランでこれを ケサディーヤと呼ぶためである。シンクロニサーダは、小麦粉のトルティーヤを、チーズで覆い、それをさらに2枚目のトルティーヤで挟む。他の材料には、普通ローストビーフ、ハム、またはチョリソが使われ、通常のケサディーヤと同様である。ありがとうございます。